私は心配しました。もしあの人たちの腕まで折っていたら、私は友達やめてました。つってもな、頭に血が昇る奴の気持ちもさ、わからなくはないんだ。反省してください。へい。うん、すまなかったな。逆にお前があいつの腕を折っていたら、私も友達やめてたな。金的かました奴が言うなよ。体は大切にしてください。本当にそれだけはお願いします。はい、何でしょう。うぬぼれるな。もうとっくにお前に挨拶かして、別の彼氏でも探してる頃だろう。あす、縄跳びしよう。もしくは、バドミントン。元気ない？あ、いた！アスハラさん！半田さんが、俺のことは心配しなくていいからって。そっか。うん。ありがとう。どうしたんだろう。あんなに下向いて、なんか落ちてるのかな。アスハラさん。奈良さん、アスハラさんの家から電話です。いたか。バイト先にもいねえって話だ。私頭良くないから、なんで野良パイが私のためにスーパーで飛び蹴りかましたんだろうって。この人カッとなると周りのこと見えなくなるのかなって、もう少し冷静でいられないのかなって思ったりもしたけど、無理なんすね。冷静でなんていられるわけないんだね。知らなかったんですよ、私。万が一のために直接事情を聞いてみたいとそうおっしゃっている。どうなんだ。では君たちとは全然関係のない人間だというんだね。あんなにも噛みつきたくなるなんて、文句の一つも言いたくなるなんて、私のこと守ってくれた人たちを悪く言う人がいたら、私はあんなにも人を許さなくなるんだって。気づいたら私バーって先生に噛みついてて、言うだけ言って、私バカだからさ。やっぱりダメだったんですかね。あそこは我慢して知りませんって言わなきゃダメだったんすかね。だってさ、みんなが入れてくれたのに。あるに決まってます。あれだけ勉強したんですよ。1300番台でしたっけ。覚えてねえけど。私が覚えてますのでご安心を。1年遅れたけど、みんなと勉強して初めて自分の人生で頑張って、やめたくなる日もあって、でも最後までやりきってやっと入れた場所をさ、私出てかなきゃいけなくなるかもって。どっちだったんすかね。知らんぷりしたらよかったんすかね。カッとなったから全部言っちゃいましたよ。私が昔の知り合いにいたぶられて、それでお店の猫にも危害がいって、その仕返しにって、私は先生たちの前に連れて行かれて、
そいつらとは知り合いなのかって。知り合いですよ、私の大事な友達ですよ。でもそんなこと言ったら私あの学校から放り出されるかもしれなくて、一人になるのは嫌ですよ。でも友達を裏切るのは絶対できません。助けてくれた人たちを捨てるような真似は、捨てるような真似は絶対に絶対にしないんだって。でも結局モラパイやみんなは処分されるじゃないですか。何なんですか、正しいことって何なんですか。ひょっとして私自分が気持ちよくいたいだけなんですか。私が引きこもってた時も外に出してくれたのはみんなです。あそこで勉強教えてくれたのはみんななんです。みんなは私を助けてくれたんです。絶対に裏切れないって、裏切れないって。いいっすよ、もういいっすよ。そっちが濡れるよ。でも、私は…ごたごたうるせえな。いいじゃねえか、片付いたんだから。もう私だけ罰を受けてないんですよ。私だけ何も受けないでそのままでいるなんて。だとよ、のぶちな。お前ビンタでもされたいのか。失いたくなかったんだろ、あの場所を。お前にとって大事な場所なんだろ。それでいいじゃないか。ほんとうざいっすよね。卒業すんのはお前らもだろ。逆ギレだ。元気あんじゃねえか。誰一人かけないでくださいね、約束ですよ。私は平気だが、こいつは知らん。ああ、てめえ俺より原文の成績悪いくせに何言って。うわっ、ほっとけほっとけ。みゃー、ヨキチ。みゃーなんで来ちゃったの。ノラが連れてきたぞ。ですね、こんな安物な私でも気に留めてくれる人がいるのに、私はなんで泣いてたんですかね。見りゃわかりますよね。雨だから。さん、はい、わかんなかった。もう決めた、決めました。ここまで言うこと聞かないなら、私が、一生一緒にいたげる、いたげるんだ。せいぜい捨てられるなよ、ノラ。頑張ってください、アンダさん。
私はもう誰も捨てたくありません。絶対絶対誰も捨てないっすからね。よし、大体治ったぜ。以前より全然良くなったな。お弁当持ってきましたよ。飯にしようぜ、飯。男どもはちゃんと逃走しろ。で俺らだけなんだよ。これどうぞ、おにぎりです。いただきます。こんなにすぐ大きくなるのね。命って不思議ね。いいなあ。あ、私の指舐めてる、かわいい。確かに、かわいい。しかしお前たちの方がもっとかわいい。
ノラパイ？結局、留年なんすか？マジで？よかった。あ、でも、もし留年してたら学年が一緒だから、いよいよノラパイのパイが取れて、ノラになってたかもしれませんね。でもよかった。ノラパイが一緒にいてくれて。私、人生かけてますからね。なんすか？私のために？あー、照れてる！でもこれからは、もうちょっと自制しないとダメっすよ。もちろん、私もしっかりしなきゃなんすけどね。はぁ、ノラだ！彼女できたの？そうだぞ。お姉ちゃんが将来の奥さんだぞ。よろしくだぞ。ねえねえ、お姉ちゃんもあそこで勉強してるの？うん、してるしてる。お姉ちゃんもね、昔勉強嫌いだったけどね、あそこのおかげで好きになったの。俺30点だった！大丈夫。私0点連発してたから。マジで？でもね、ノラの家で勉強したの。ねえ、お姉ちゃんお姉ちゃん、こいつ学校行きたくないんだって。学校、いじめられるから。そっか、辛いよね。頭の中、わーってなっちゃうよね。どうしていいかわかんなくて、なんでこんなことされるんだろうって。なのに毎日行かなきゃいけないし、やだなーって、やめちゃいたいなって思うよね。もし逃げても、その時心が軽くなるだけで、その瞬間は楽かもしれないけど、もし逃げてばかりだと、逃げることだけ上手になっちゃって、気づいたら、それは、きっとね、もっと、もっと辛いことかもしれないから、大丈夫。君にもほら、ちゃんと仲間がついてるみたいだし。もしね、どうしても無理で、何したらいいかわかんなくて、頑張ってもダメで、心の中がわーってなったら、その時は、ノラの家に、おいで、そこで、一緒に勉強しよ。一緒に考えてあげるから。大丈夫だよ。頑張ろう。俺、30点自慢することじゃないよ。うん。じゃあ約束の印に。はい。今日はこれ。私が握ったおにぎりあげる。これだったら私の方が上手だよ。そっかそっか。もっと頑張んないとな。おいしい。でしょでしょ？ああ、梅干し入ってる。よし。一緒に遊ぼっか。ノラ、肩車！ほらほら、乗せてもらえ！チャンスチャンス！転ばないようにね！ちゃんと前見て！